高知にも夏がやってきました。そんな夏にぴったりなアクティビティがこちら、海上アスレチックです。須崎市の浦の内湾で夏を満喫できるのがシーパーク大島。浦の内湾は周囲を山々に囲まれた内海のため、風や波の影響を受けにくく、須崎スポーツクラブでは穏やかな水面である浦の内湾の特徴を生かし、2018年から夏限定で海洋レジャー体験プログラム、コモド浦の内を開催しています。湾内には巨大な海上アスレチック、エア遊具の上を飛んだり跳ねたり走ったりと、大人から子供まで楽しめる海の上の遊園地です。準備が整ったところで、私も挑戦してみます。思ったよりふわふわ。あ、でもここはいける。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと揺らしてない。揺らしてないよ。海上アスレチックにはジャングルスライダーやハンマークロスなど38種類の遊具があります。一見簡単そうに見えますが、エア遊具は波で揺れる上に足が沈み込んでバランスを取るのにも一苦労です。いや、結構簡単かと思ったんですけど、意外と滑るのですごい勢いよく海にダイブして、いや最後の方だったらいけたと思ったんですけどね。はあ、海の幸の香りがします。はあ、でも気持ちいいな。ちょっと上がろう。上がれない。上がれない。じゃあ後ろ向いてもらっていいですか。はい。上げますね。はい。スタッフに引き上げてもらうのも醍醐味の一つです。これもアトラクションの一つ。そうなんですね。その後も海に落ちないようにと慎重に進んでいきますが、行きます。はい、前に出よう。片っぽの人前に。やっぱ落ちちゃった。手が滑ってしまい海にダイブ。再び引き上げてもらいますが、なんとここでハプニングが。じゃあ行きます、はい、せーの。バランスを保つのが難しいため、スタッフも落ちてしまいました。その後も難所に挑戦したり、波で揺れる遊具に苦戦。最後はジャングルスライダーでダイブ。気持ちいいです。あ、いや、波もないし穏やかだから、だからこそここで楽しみますね。海の上の遊園地でいつもと違った体験ができましたが、スリルを味わえるのは遊園地だけではありません。水上を駆け抜けるバナナボートもあるんです。準備を整えていざ出発。結構ありますね。行きます。おお、あ、穏やか穏やか。ちょっと待って、結構上がってきた、上がってきた、スピード上がってきた。徐々にスピードが上がります。時速30キロの速さにバランスを取るのも一苦労。釣
リルと迫力満点の体験で高知の海を満喫することができました。さあ、もうすごい反応はいいです。すごい楽しそうで、でも親子連れからカップルとか結構来られるんですけど、落ちたらやっぱり気持ちがいいので、もうすごい声がね、絶え間なく笑い声が聞こえてるっていう感じです。またコモド裏の地に来たいなと思ってくれるように、体力全部使う形で楽しんでいただきたいと思います。存分にアクティビティを楽しんだ後は、須崎のグルメを満喫しませんか？シーパーク大島から車でおよそ15分、カフェ&キッチンサラダで提供されているのがグビグビ定食。グビグビとは土佐弁で新鮮という意味で、須崎の新鮮な魚を楽しむことができる定食ということですが、その提供方法が少し変わっているんです。ではグビグビ定食一つお願いします。はい、今日の市場の上がりをボードに書いてるんで、はい、その中から2種類 お選びください。はい、じゃあカツオの刺身とヒラアジの刺身お願いします。はい、了解です。え、注文から出るので少しお待ちください。これ LINE ですか？ LINE をお魚屋さんに送ります。新しい、画期的ですね。グビグビ定食の魚は近くにある鮮魚店山本の魚屋で卸しています。カフェでグビグビ定食が注文されると、卸してほしい魚を鮮魚店に SNS で連絡。鮮魚店は注文を受けてから魚をさばき、お皿に盛って歩いて届けに来てくれるんです。鮮魚店がさばいた新鮮な魚がお客さんのもとへすぐ届けられるという画期的なシステムです。こちらがそのグビグビ定食。新鮮な魚に加えて種類の豊富なおかずも全て手作りです。いただきます。うん、グビグビ、うん、高知のカツオはどれも美味しいですけど、またこちらのカツオは一味違いますね。とってももっちもちで新鮮で味が濃いです。いやー、これはたまらなく美味しいですね。初めは電話だったんですよ。でもこれが LINE で送ったらすぐということに気づいてまた始めました。取れたてをそのままっていうのが、須崎でいうグビグビをお届けできるっていうことだと思います。須崎を知ってもらって、こんなに美味しいお魚が須崎で食べれるんだっていうところを分かってほしいですね。はい、須崎の新鮮な魚を楽しんでもらいたい。カフェと鮮魚店のタッグによって生まれた定食には、こだわりと思いが詰まっていました。子供から大人まで楽しめる海上アクティビティに、須崎の新鮮な魚を楽しめる定食。爽やかな海とこだわりの味で夏の暑さも吹き飛びそうです。